だってなんかね、キャプチャーボードのやつを配信にそのまま取り込めないんだよね。なんかよくわかんないけど、指定してもね、映んないんだよね、前から。だから仕方なく画面キャプチャーみたいなのを使って、キャプチャーソフトでプレイして、そのキャプチャーソフトを画面キャプチャーして取り込んでるっていう。ほんとめんどくさい。これ落ちるやつだろう、知ってるぞ。ほっ、あ、ちょっとなんだよこれ。ああ、なにこれ。よっしゃ。ああ。またかよ。なんだよこれ。なんで？何これ？何が原因？回線？やっぱ有線じゃないからかな。Thank you.